毎度秋吉です。加須市は手打ちうどんの町、間違いない。小亀さんのうどんは本当おいしい。でも五反田のうどんといったらこちらのお店、鬼山さん。こちらの鳥天ちくわ天ぶっかけうどん本当最高なんで、皆さんに紹介したいと思います。では見てってください。こちらが鬼山さんのうどんです。レッツゴー。いつも混んでる鬼山さん、外並びをしている時に外看板でメニューを選んで待ちます。まずは食券の購入からです。ここに来たらこいつを食べないとね。鶏天&ちくわ天ぶっかけ、そして今日はとろろ昆布をトッピングしちゃいます。食券を買って中に入ると、この字カウンターで立ち食いスタイル、好きなところに陣取ります。早速出てきました、鬼山さんの鶏天&ちくわ天ぶっかけ。では早速食べてみたいと思います。鬼山さんのさぬきうどん、ご覧ください。この太くて長いうどん、美味しいんですよ。こいつが白くて綺麗でしょ、もっちもちで美味しいんですよ。噛み応え抜群。そしてこちらのちくわ天、存在感抜群、美味しいんですよ。これがまたね、最高です。鬼山さん、こちらの卓上のね、天かすと生姜をたくさんぶっかけると、あっという間にこんな状態なわけですよ。はい、トリティアンドちくわ天ぶっかけ最高です。サラリーマンの皆さんに愛されている理由がとってもよくわかります。はい、ということで五反田の鬼山さん来てみました。超久しぶりに来ました。やっぱりうまいっすね。鶏天最高、ちくわ天もうまいっすけど、うどんもさすがって感じの味でございました。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。もう電車の音うるさい、五反田駅からすぐなんでね、皆さん五反田に来た際はぜひ鬼山さん食べに来てみてください。夜中の3時まで平日はやってるみたいなんで、ぜひ。今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。 Thank you。今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。